岡山市の感染状況は9月19日以降1日の新規感染者数が1桁台と落ち着いてきており、まん延防止重点措置も9月30日をもって解除されます。この度の感染抑制は市民や事業者の皆様が感染対策をしっかりとっていただいたことが大きな要因の一つであり、市民の皆様のご協力に感謝を申し上げます。まん延防止期間中に実施していた私有施設の休館等の各種の人流抑制措置も9月30日をもって解除いたします。しかしまだ油断は禁物であり、感染の再拡大を防ぐためにも市民の皆様には引き続き基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。また外出せざるを得ない場合も、混雑等の感染リスクが高い場所や時間帯等を避けていただくようお願いします。感染の再拡大を抑え、社会経済活動再開の鍵となるのがワクチン接種です。岡山市では現在3カ所に開設している集団接種会場について、新たに岡山赤十字病院、岡山医療センターの2カ所を追加した計5カ所とし、接種機会の一層の拡充を図ります。まだ予約の取れていない方や予約日を前倒ししたい方はご検討をいただければと思います。また市の集団接種会場で入試や就職活動を行う中学高校3年生への優先接種を開始いたしますので、対象となる学生の方にはぜひご活用いただきたいと思います。岡山市は11月初旬としているワクチン接種の完了を少しでも前倒しできるよう、これからも全力を挙げて取り組んでいきます。共にこの難局を乗り越えましょう。